こんにちは、山遊びのたけしです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今回はですね、奈良県と三重県の境にあります、明神平、明神岳の方に登っていきたいと思います。はい、特にですね、この雪山シーズンとても、人気なお山でして、特に明神平で、青空が現れるとすごく美しいということで、天気ね、期待して登っていきたいと思います。はい、で現在8時45分なんですけれども、私は今大俣林道の終点の、駐車場というところにおります。はい、今日ここからね、明神平、明神岳の方に、ピストンしていきたいと思います。はい、ということでね、今こんな感じで少し、ガスというか、曇っているんですけれども、まあ、予報的には結構晴れてくれそうな感じですので、期待してね、歩いていきたいと思います。それでは行ってきます。はい、今日はですね、3連休の中日ということもあって、まあ、天気予報がいいということもあってね、かなり車多いですね。いやー、すごいな、すごいな、いっぱいだ。はい、スズメバチの巣ありということです。通行の際は気をつけてください。アユでも釣れんのかな。はい、初めはですね、こんな感じでアスファルトの道を歩いていくんですが、結構な雪あるな、もうすでに。すでにな。でね、僕はまだ何もつけてないんですけども、はるかさんの方は、ね、うん、持ち園装着で万端で出発しております。よいしょよいしょ。こんにちは。はい、ここからですね、若干あのアスファルトの道は終わりまして、若干登山道っぽいところに入っております。はい、結構もう序盤からしっかり雪あるな、うん、ね、もう駐車場からチェーンつけてても全然いいかなっていうぐらいですね。はい、塗装してます。どうぞ。気をつけて。よし。はい、2回目の塗装です。はい、何回かね、渡るみたいですね。
はい、距離的にはね、半分以上明神平まで近づいてきたんですけども、この辺りからちょっと急登が増えてくる感じかなと思います。若干傾斜がねきつくなってきました。はい、雪がねすごくまあ締まっていて、トレースもしっかりあってね、かなり歩きやすいですね。はい、チェーンスパイクでちょうどいい感じに歩けるような登山道の状況です。はい、残念ながらですね、ちょっとガスが濃くなってきてますねいやー、上の方ねブルーかなと思ったんですけどね、ちょっと標高を上げてきてもこんな感じで、まあいい言い方をすれば幻想的なんですけどね。いやーね、せやな。木じゃないよな、これ氷やんな。なあ、凍ってる。すごい。はい、天気はね相変わらずなんですけども、こんな感じでねちょっとずつ、霧氷が出てきてまして、すごく綺麗ですね。これがね青空だったらより一層なんか輝く感じになるんですけれども、まあ真っ白な世界で霧氷っていうのもね、これはこれで幻想的ですごく綺麗だなと思いますね。加わるだけやから、風をブロックできればいい。あったかいね。うん、はい、樹氷がね、ますます綺麗になってきてます。こういうね、大きい木にもごっついな、これすごいな、ぶら下がってますね、すごい樹氷が。わあ、かなり成長してる、すごい。よいしょ、はい、稜線まで上がってきました。はい、小屋見えてきましたね。はい、ただですね、やっぱり上もガスで、これな、青空やったらめっちゃ綺麗なんやろな。ねえ、真っ白やね。よいしょ、いや真っ白、綺麗やな。自分らの服しか色がない。なんかもう10メートル先ぐらい見えへん。ね、いや、はい、11時15分明神平まで、到着しました。はい、ここからね明神岳山頂まで、あと20分ほどですね。標高差があと100メーターほどということで、うんうん、もうね、はい、ピークももうすぐなんですけども、ちょっとね天気がもうこんな感じで、ただね明るいのは明るいんですよね、うん、で、まあ、今日は後半ほど天気いいみたいなので、まあとりあえず山頂の方行って、まあ、見たいのはねここの明神平の青空なので、ちょっと戻ってきてこの辺でね休憩しながら、まあそうやね、青空見れたら嬉しいなという感じで歩いていこうと思います。はい、
はい、明神平以降ですね、結構積雪が、雪がね深くなってきまして、多分膝下、膝ぐらいかなまで積雪があります。まあ、もちろんね人の多い山なのでトレースとかねしっかりあって、全然つば足でもね歩けるんですけれども、まあ和歌とかスノーシューあったらより楽しめるかなっていう感じですね。はい、日の木塚奥峰との分岐までやってきました。これね直進で明神岳に着きます。はい、あとねほんと5分10分ほどで着くと思いますので、はい、ラスト頑張りましょう。で、はい、というわけで、12時になりました。明神岳、はい、山頂に到着です。はい、1432m 頑張りました。3時間とちょっとぐらいかなかかりましたね。はい、ほぼコースタイムぐらいで来れました。はい、でね、ここはまあもともとそんな展望がねあるとこじゃないんですけれども、まあ変わらずこんな感じのガスガスの景色なので、もうね早々に退散してちょっとあれやな、明神平の小屋のあたりまで戻って、ちょっと昼とか撮りつつ、晴れてくれへんかなっていう感じやね。はい、というわけで無事に山頂着きましたので、はい、降りていきたいと思います。ちなみにですね、あのまあ装備なんですけれども、結局ね今日2人ともチェーンスパイクでここまで上がってきちゃいました。でまあ中にはチェーンスパイクの人もいれば12本爪の配膳とか、和歌スノーシューの人も結構ねまちまちで歩いてる感じですね。はい、ただまああの愛禅とかねつば足とかでもまあ登りきれるぐらいの感じで結構しっかりトレースついてますので、ちょっとね積雪状況にもよるんですけれども、まあね直近の参考記録なんかちょっとご確認いただいて、はい、来ていただけるといいかなと思います。さすがにねこの辺は風が強いですが、まあね厳冬期やと思ったら全然マシやね、これね。なあ、厳冬期の山頂ってもっとえぐい時あるもんな。ただね、まあガスがもうこんな感じでちょっとまあ半分諦めなんですけども、まあ樹氷はかなり綺麗な感じです。それではですね、1時20分になりました。少しね休憩してたんですけれども、はい、今からね降りていきたいと思います。はい、結局ね天気はもう最後まで、ね、白くなる一方でしたんで、はい、諦めて撤収します。はい、はい、ここに来て初めてですね、山肌に太陽が当たり始めた感じですね。もうすぐね駐車場着くんですけども、いやーね、まあでもただ基本的には一日中曇りっぽいので、そうですね、今日は仕方なかったなっていう感じですね。
はい、2時半です。登山口まで降りてきました。よし、左はすごくスイスイでした。はい、ということで2時30分になりました。登山口まで降りてきました。お疲れ様でした。はい、まあ振り返りとしては、まあ、残念ながらね、天気が、まあ終日ガスガスという形でね、綺麗な明神平の、はい、青空は見れなかったんですけれども、まあすごくね、歩きやすい山で、まあ、人気の理由がまあ知れたというのとですね、まあ樹氷だったり霧氷だったりすごくやっぱり綺麗でした。で、上の方ですね、明神平から上はもう特にね、しっかりと霧氷樹氷ついていて、本当にまあ白い景色の中ではあったんですけれども、木の綺麗さっていうのをねすごく感じれた、すごくね雪山らしい登山ができたのかなというところで、その点はすごく満足をしております。はい、ということで、すごくねこの明神平、明神岳初心者の方にもおすすめのすごく歩きやすい登山道に冬場もなっておりますので、ぜひぜひ、雪山シーズン終わるまでにこちら遊びに来ていただけたらなと思います。ということで、今回の動画はここまでとさせていただきます。よろしければチャンネル登録とグッドポイント、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。